ちらはネクスコ東日本横浜ハイウェイテレフォンです。午前11時50分現在の第3京浜横浜新道横浜横須賀道情報をお知らせします。はじめに第3京浜上り線の情報です。三ツ沢から玉川インターまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。玉川インターから三ツ沢までの区間では順調に流れています。この時間玉川インターから戸塚終点まで25分ほどかかります。引き続き横浜新道上り線の情報です。戸塚終点から保土ヶ谷インターまでの区間では順調に流れています。この時間戸塚終点から玉川インターまで25分ほどかかります。続いて下り線の情報です。保土ヶ谷インターから戸塚終点までの区間では順調に流れています。引き続き横浜横須賀道路上り線の情報です。馬堀海岸インターから新保土ヶ谷インターまでの区間では順調に流れています。この時間朝比奈インターから新保土ヶ谷インターまで15分ほどかかります。続いて下り線の情報です。新保土ヶ谷インターから馬堀海岸インターまでの区間では順調に流れています。